商業地の下落率が全国で最も大きかったのはこちら老舗フグ料理店のズボラ屋の跡地です。2年連続ワースト1位となってしまいました。こちらの土地の価格は1平方メートルあたり490万円と2年前と比べ6割に落ち込んでいます。さらに2番目に下落率が大きかったのが黒門市場にあるこちらの場所です。中で飲食ができるスペースがあったようなんですが新型コロナの影響で2年近く営業していないということなんです。全国の調査地点で商業地として下落率の大きかった10地点のうち8地点は大阪市内が占めました。特に南のエリアに集中しています。中央人さんとか韓国人さんとかね来てる時はぐわーっと上がってきた。ここらもよう売れてねみんなええ値段で来て今もこんなんまだ下がるんじゃないかなと思うな。売る船やったらまあ下がらんはやるけど売る気持ちなかったら下落してる分別にあんまり関心ない。上がらん方がむしろ固定したんで上がれへんからいいということ。新型コロナによる訪日客の減少は土地の価格にも顕著に現れています。ご視聴ありがとうございましたケロ。